ビーグッドジャパンです。今日は新小岩駅から徒歩5分のビーグッド新小岩駅前に来ています。まず私は今玄関にいるんですけれども、靴箱が1人1つありまして、中には6足7足ぐらい入るようになっています。こちらにはスリッパもかけられるようになっています。はい、では2階の共有部分に上がっていきたいと思います。まず階段上がってすぐ向かい側にトイレがありまして、このような感じで綺麗なトイレがあります。でトイレットペーパーなどは弊社で準備しております。あとはこちら側にシャワーがありまして、シャワーは2つですね。週に1回清掃の人が来て掃除をしてくれるのですが、自分で、排水口のネットを、髪の毛のネットを変えてもらうっていう作業がありまして、こちら側に2階の洗面台ですね。洗面台は各階に1つずつあって、自分の収納などがあります。あとはこちら側に掃除機、クックルワイパーがありまして、自分の部屋を掃除するのに自由に使ってもらえます。でこちらがリビングなんですが、まず入ってすぐのところに大きなソファーがたくさんあります。テレビがすごく大きいのでくつろいで見ていただけるんじゃないかなと思います。でこちら側に回っていただくと収納がありまして、各室4つずつですね、自分のお皿やフライパンなどを入れられるようになっています。あとはキッチンスペースですね。こっちで調理をしてこっちで切ったりとかっていうことができるように十分なスペースがありまして、下にはまた1人1つずつ収納の箱があります。ちなみにゴミは当番制で、下にゴミ箱があります。ここのケトルとトースターと電子レンジは共有です。はい、ではリビングの隣に2部屋あるんですけれども、今日はそのうち1つ202号室ですね、ご紹介します。はい、202号室なんですが、このような感じで、道路に面していて窓がすごく大きいので日当たりがとてもいいです。中にあるのは机、ゴミ箱、椅子、あとはここにLANケーブルの差し口とテレビ線の差し口があります。奥に冷蔵庫がありまして、収納があって、ここにエアコン、あとはベッドですね。あとは物干しは室内物干しなんですけど、ここに干していただけるようにポールがつく予定です。はい、それでは上の階に上がっていきましょう。あ、その前にここに、お知らせ、例えばパーティーがあるときとかイベントごとがあるときに弊社からのお知らせがここに貼ってあります。あとはリビングを入ってすぐ左手側に洗濯機が2台、洗濯機はここの2台をみんなで使ってもらう形になりまして、上に、洗剤を入れる箱が1人1つずつあります。はい、では4階まで上がっていきましょう。トイレと洗面台は各階に1つずつありまして、3階もこことそっちに洗面台がありますね。こんな感じでとても綺麗です。で今空いているのが401号室なんですけれども、中はこんな感じで四角くて使いやすいお部屋ですね。同じように冷蔵庫、机、椅子って、ゴミ箱、収納、物干し、あとはベッドがあります。でここの物件のすごくいいところなんですけれども、そこに見える白い屋根が商店街になっていて、とても栄えている商店街なので、100均だったりとかスーパーとか、あとはドラッグストアとかレストラン、何でも揃っていてとても活気があります。あとここから駅までは歩いて5分くらいなんですけれども、屋根があるので雨の日でも雨に濡れなくて済みますし、必要なものは身近なところで揃うのでとてもおすすめです。お問い合わせお待ちしております。